まあ、この両チームの対戦というのは共にこの守備の硬さには定評のある両チーム、どんなところをあえてポイントになると思いますか。まだつなぎます。大森から左久保森につないで一度下げます。ここから長いボール、大島収めて先制は栃木、宮崎が押し込みました。前半4分うまくシャドウから流れることによって、うまい形を作りましたし、まあ、これ大島選手も絡みましたね。またワンタッチに対して我慢しながら宮崎選手の入り込むタイミングも良かったですし、まあ、あとはクロスの精度も完璧でしたよね。まあ、キーパーの田中選手が出れない位置にうまく運びましたし、栃木にとって非常に大きな先制点になりました。秋田もさあここ奪い返した後、八千田上がっていってこの位置から折り返せるか、黒崎サイドネット左へ、大森からここからクロスを上げる、頭折り返して宮崎のところ、オーバーヘッド決まりました。矢野貴章ベテランの一発、今季6ゴール目のゴールは、そしてこれを吹かさない技術というところも本当に高かったですし、まあ、うまく揺さぶりながら栃木としては本当に狙い通りの攻撃ができたかなと思いますね。そして今月そのグティエレスにお子さんが誕生したということで、チームでセレブレーション、ゆりかごのダンスが行われています。八千田は真ん中のあたり狙っていきましたが、こぼれ球のところ、もう一度八千田、博士ついていますが、ボールを上げるファーサイドのところ、落としていきました。宮崎今日2点目、前半だけで3得点、栃木大きな追加点を得ました。ところもそうですし、やはりこれだけ振られれば秋田のディフェンスもある程度ボールウォッチャーになりますから、まあ、うまく栃木の方がそれを逆手にとってゴールをしていったなという印象ですね。はい、前でくるボール宮崎のところですが、こぼれ球本線の中、最後触ったのはグティエレスでした。田中雄大が長いボールを入れたところでホイッスルです。試合終了、栃木パーフェクトな試合運び。